こんばんは。こんばんは。今日は私は波動してました。出演回数からしたらハイペースじゃない？先月も出たかな。今のところ月1ペースだ。あ、ねえ、そう、それめっちゃびっくりした。ね、卒業発表しちゃったんだね。めっちゃびっくりした。ね、AKB だけじゃないんだね。うん。ひななさんとかさ、今日波動で、あ、今日からさ、端末ね、各チーム一個ずつこう配られて、それでコメント読めるようになったんだけど、そのコメントでなんかももちゃんがすごいびっくりしてて、え、なんだろうって、二人がなんかえってなってたから、そのコメントで多分発表した直後だったのかな、その時に、え、卒業っていうなんかコメントで知って、それでびっくりした。コメント見れるとか、あんな感じでコメントが見れるのを知らなかった。本番中、そう、あれ今日初めて見たよ。私エナジー投げたよ、ももちゃんとあれみたいに自分が応援してる時にやった。でもあれさ、ずっとこうやってると自分の携帯いじってる態度悪い人に見えるなって、自分でこう、あの配信してる映像とさ、あとあのピョンピョンピョンって押せるやつとコメントがあの画面にこう映るじゃない、端末に。ラグがあるからさ、自分がこう打ってる瞬間のとか見えるんだけどさ、なんか態度悪い感じに見えるなって思いながら見てた。あれ良くないな。でもやっぱ見ないといけないから。そうそう、仕事中になんか携帯見てるみたいな感じに見えちゃう、あれ。そうね、仕事中っていう。気に強くは大丈夫。私そんな避けるの、しゃがんだりそんなにしないから、いや、しゃがめってね、あんまりしゃがないから、それに関して大丈夫だった。え、罰ゲーム、え、すごく嫌だった。なんか自分でもすごい珍しいんだけど、本当にすごく嫌だっためっちゃ嫌だった。珍しいよね、自分でも思った。え、違う、負けてない、負けてない。あれはさ、あの時に最下位になった人がやるの。
でもなんか前回も振られた。本気で嫌だった私。いや多分あれ全員分用意されてるんじゃない？わかんない、どこがね負けちゃうとかわかんないからね。またまた、もうやだ、もうそのノリがもうやだ。もうやだ。メンチ合戦。なんかもうああいうところに出るとさあ、なんかしなきゃなって思っちゃう、すごく。じゃあ仕事してたっていうのやめてもらっていい？仕事したっていうのやめて。あー、うん、左目でウィンク、左でウィンクってやっぱなかなかしないね。全部やっぱ自分右利きだから全部右になっちゃうな。携帯はどっちも触ったりするけど、ウィンク左はライブで一回もやったことない気がする。右はねやるかもだけど、左本当に一回もやったことない。帰るときに飲み物が飲みたくなってね。そう、でも小銭入れがなかなかバッグから見つからなくて、荷物少ないはずなのになんかあれって家に置いてきちゃったのかな。そう、小銭入れだけなくて、ももちゃんがおごってくれたジュース美味しかった、感謝。なんかスイカとか使えないやつだった気がする。なんか番号、あでもあるよね、それでも番号を押してポンポンってやって落ちてくるやつ。あでも電子マネーすごい使うけど、その時なかった。ね、眠そうな目してる。多分そういうメイクだからじゃないかな。今日まつげ上げてないの。今日チークも塗ってない。さっきすごい手抜け。ナチュラルにしたいなと思って、今日あんまメイクしない。そうしてない、アイシャドウもしてない。うん、ほぼほぼしてない。リップとマスカラ、うん、お風呂上がりかと思った。あ、うん、これからお風呂入る。あ、そう、ネイルすごい可愛いの今日塗り直した。爪も今ね、すごい伸ばしてるからめっちゃ女の子って感じの爪になって嬉しい。でもやっぱ家事とかやってると結構剥がれてきちゃうから、今日が一番綺麗な状態かも。可愛くない？女の子にしか共感してもらえないやつ。みんなが無理して可愛いって
やってるって言っててちょっと心が痛くなってきた。ありがとう男の子みんなありがとう。これもつけてるよ。わー一番嘘っぽい。ずっとはなんかもう武道館の時とかもやりたかった気も行く時間がなくてすごいボロボロの状態ですって言ってた。半分ぐらいもうハゲちゃってて色が。だから今日もしかしたら時間あるからできるかもと思って今日やった。足してないかな。してもらうと、ああ、自分でやったよ。自分でやったの。珍しい、私がこんなに爪を伸ばしているのって。ほら、めっちゃ綺麗じゃない。今テンション上がってるの私だけ。チュルチュルキャリン、テンション上げ上げ。そういうキャラじゃない。何色なんだろうねこれ、わかんない。ピンク、ピンクとオレンジが混ざった感じなのかな。あ、いいな、カシスオレンジ。カシスオレンジっていう名前だったらいいのに。かわいい名前。男のネイル、私あんまり男の子がネイルしたの、いうの見たことないな。ピアス開けない主義？うん、絶対開けたくないなっていう気持ちでいる、私は。怖い。だから開けてる人すごいなって思う。昔は格差があった、売られているそのもののなんか可愛さとか。ピアスの方が可愛いのってるみたいな格差はあったけど、今はもうどっちも作ってる人が結構どっち用も作る。私ハンドメイドで結構買うことが多くて、そういう人たちは結構イヤリングバージョンとか。あんまりそれで最近あーこっちの方が可愛いのにって思うことはなくなったから。何？更新押せばいいんだっけか。どこだ？分からん。あれ？戻った？ブチ切れる。うん、乗ったっぽいね。何？渋パラの青いマイク触った？なんだろう、青いマイク、わかんない。また止まった？切っちゃえばいいのかな。ちょっと一回止まるかも。あーでもあと4分か。
武道館の疲れは特になく、武道館の疲れは残ってないけど、でもシンプルに普通に波動でそんなに、そう、なんかあの試合自体が疲れるとかじゃなくて、一連の流れが結構疲れたかも。持ち越してはないけど、普通にシンプルに今日やったことが、そうそうそう、明日の収録は一人？あ、まあ、そう、まあ、AKB 的にって言ったら、事務所のあれなので、そう、他にメンバーはいないけど。そんなに朝早いってわけじゃないけど、お昼前に集合してって感じかな。ハドは次いつ？もうないんじゃない？私は。おそらく。ない気がする。ありがとう。私旅行払ったことない。優勝したことないもん、私まず。旅行頑張ってる外国、自力で行くしか。ちっぴり行くしん。さあ、ゲームキングダム。私あのハッシュタグ見るのすごい好き。みんなたくさん実況してくれる。劇場、僕の太陽公演覚えないと出られないな。でもすごい好きだから、あれ16になっちゃうのかな、どうなんだろうね。終わってまう、終わっちゃうのかな、これ。どうだろう、終わっちゃうか、奇跡起きないかな。終わる、おやすみ。